今日午前11時、今治市役所です。業務に集中する職員を横目に席を立つ2人。はい、和食とか行きますか。お昼ご飯にしてはちょっと早すぎませんか。時差で11時から僕たちはお昼休みでお昼ご飯を食べに行きます。今治市役所が今月新たにスタートさせたフレックス昼休み。本来昼休みは正午からの1時間、それを午前11時から午後2時までの3時間に延長し、分散して昼休みを取ろうという試みです。目的としては2つございまして、1つ目はまず職員の、新型コロナウイルス感染防止のため、どうしても昼食時というのはリスクがあります。どうしても混雑しますので、そういったところをですね、回避するという目的がございます。で、2つ目に、市内飲食店さんの、支援という意味合いもございます。今治市の職員2人が向かった先は市役所から徒歩2分の寿司店。県が定めた感染対策の基準を守る笑顔の安心飲食店の認証店です。今治市は職員に対し、混み合う時間帯を避け、ランチやテイクアウトで市内の飲食店を支援するよう呼びかけています。今お店のお客さんは本当に少なくなっています。できることをすることが大事なんで、何もせずに拡大するのに任せてほっとったんじゃね、良くなるものもならんので、それはいいことだと思います。まあ、こういう空いてる時間でお店ご利用させていただければ、まあ安心安全で、まあ飲食ができるかなというふうに思いますんで、お店の方もすごい喜んでいただいてたので、今後も積極的に利用していきたいなと思います。